皆さん、こんばんは、ティンダーメン役はケンタです。ケンタのオールナイトニッポン。今日は坂田ユニサイクルケースラー10周年記念スペシャルをお送りします。まずは感想を語りたいと思います。確かに第一オープニング本当最高です。はい。石川太一さんの劇もすごいですし、あとは、キリコさん、やっぱり、一番キリコさんはすごいです。ペアでの演技も本当すごい拍手です。あとは、ひまわり、本当に感動しました。もう全部涙涙です。あとは、EXILE のビクトリー、本当に、ダンスはすごいですし、もう、ブラボーです。一言いいですか？ブラボー！はい。あと、若々。あとは、ま、そんなに楽しいの声。楽しさ、本当に巡り合った。自分なりにすごいです。ペアの演技。あと、ま、ソロの石黒貴彦さんも本当最高です。はい。あとは、ま、愛の花、本当に感動しました。涙です。あとは、テンション上がりました。ブラジルの曲だけなく。サンバでジェネイド。本当に最高です。もう感動しました。もうテンション上がりました。最後の最後でテンション上がって、もう元気が出ました。武井藤関負けてしまい、本当に申し訳ない気持ちでございます。はい。続いて祝辞を述べます。まずは坂田ユニサイクルメンバーのケセラの皆さん、ユニサイクルケセラの皆さん、改めて10周年おめでとうございます。私はユニサイクルケセラに出会って、大体、では少年国際村ワールドバザールがきっかけでございました。一日の芸は本当に感動しました。去年、確かに一日の芸で、確か抽選、一日の芸のでの抽選は本当に驚きました。残念ながら外れましたが、最高でした。まあ、ちっちゃい声で言いたいけどもね、大きい声で言います。ブラボー！はい。ブラボーでございます。はい。まあ、まだまだ語りたいことがいっぱいありますが、確かにメンバーがこれだけ増えて本当に感動しました。はい。フレンズメンバーも入れて本当に、感動いたしました。小中高、そして特別ゲストの照井美咲さんも本当に感謝を申し上げます。個人での活動も本当に感謝を改めて申し上げたいと思います。武士道の精神、感謝の気持ちと思いやりは確かに大切ですね。はい。監督の石黒由香さんには本当感謝を申し上げます。初めてお会いできて本当に感動いたしました。活動インスタもフォローいたしました。キリコさんのインスタももちろんフォローいたしました。はい。まあ、これからも活動は続くかとは思いますが、はい。様々なご支援などいろいろありがとうございました。はい。これからもファンであることを続けることももちろんでございます。はい。まあ、本当に温かい拍手でお迎えください。改めて、10周年おめでとうございます。あっという間ですね。対する私は公式チャンネル5周年を迎えました。はい。10周年と5周年、全然5年も違いますけども、私の公式チャンネルもぜひとも応援のほどよろしくお願い申し上げます。創立10周年、あと田沢から始まって本当に、いろいろと変わりましたね。世代がいろいろ変わっておりますし、今日は特別ゲスト、歴代のゲストも来ていただき、改めて感謝を申し上げます。最後の出迎え、記念撮影も本当に思い出に残ります。私にとって今年が一番の思い出です。介護福祉士国家試験合格する気持ちも満々でございます。改めて武井藤関敗れてしまいまして、アクシデントが起きましたが、はい。今朝の皆さんには改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。ありがとう！